皆さんこんにちは。今回はダイソーの刺繍糸2パックを組み合わせてガマ口ポーチを編んでみたいと思います。使用する刺繍糸はダイソーの12色セットの刺繍糸で、ミックスカラーのこちらの色とパステルカラーのこちらの色を組み合わせます。2本取りで編んでいくので、かぎ針は4号 2.5 ミリのものを使用します。口金はキャンドゥで購入した、角型の10センチのものを使用します。ミックスカラーはパックに入っている順番でつないでいきたいので、周りをハサミで切り落として開けて、この並びのブルーの方から順番に使っていきたいと思います。パステルカラーも同じ方法で箱を開けました。なるべく似た色で引き揃えていきたいので、ブルーの糸を一番最初に動かして、緑を順番に使っていって、この黄色を最後の黄色と合わせたいので、この位置に動かして、最後は白で終わりにします。こっちが青が1つで緑が3つ透けてあるので、このブルーも間に入れて、このサーモンピンクのような色が黄色に近い方が色のバランスが良さそうなので、こう入れ替えて、パステルカラーはこの順番で使っていこうと思います。最初はこのブルーとパステルカラーの水色を合わせます。輪の作り目で編み始めるので、指に糸を2周巻きつけて、3本の糸が重なったところを押さえて指から外します。輪の中に針を入れて糸を引き抜いて、今回は細編みを編んでいくので、鎖編み1つで立ち上がります。輪の中から糸を引き抜いたら、針にかかった2本の糸を引き抜いて細編みを編みます。最後に今編んだ1つ目の細編みの頭に引き抜きでつなぐので、この位置にマーカーをつけておきます。1段目は細編みを8目編み入れるので、同じようにあと7目細編みを編みます。マーカーをつけた目を含めて細編みが8目編めたら、糸を引っ張って輪を縮めます。はじめに糸端を軽く引っ張って動いたこちらの糸を引っ張ります。ある程度輪を縮めたら、糸端を引っ張ってしっかりと中心部分の輪を縮めます。輪を縮めたら、1つ目の細編みの頭に引き抜きでつないで、底の部分は往復編みをしていくので、鎖編みを1つ編んで向きを変えます。往復編みの次の段の拾い始めの位置は、編み地を手前に傾けて、この立ち上がりの鎖と引き抜きは拾わずに、この位置から拾い始めます。2段目で糸端を編みくるみたいので、糸端を針にかけてから、この位置を拾って細編みを編みます。このマーカーを今編んだ細編みの頭に動かして、この段は1目に細編み2回と1目に細編み1回を交互に繰り返していくので、
一つ目の細編みを編んだこの位置に、もう一目細編みを編んで、次の目を拾って、この目には細編みを一目編みます。次の目には細編みを二目編み入れて、この段で角の印のマーカーもつけていきたいので、最後に編んだ細編みの頭にマーカーをつけておきます。次は細編みを一つ編んで、次は細編みを2回編みます。この部分は今同じ目に編んだ細編みの一つ目にマーカーをつけて、次の目は細編みを1目、次の目は細編みを2目編みます。今度は最後に編んだ2回目の細編みの頭にマーカーをつけて、最後の1目に細編みを1目編んでから、マーカーをつけていた1つ目の細編みの頭に引き抜きでつなぎます。次の段からはマーカーがついていない目は1目に1回ずつ細編みを編んで、マーカーがついている角の部分は1目に細編みと鎖1目、細編みを編み入れながら編み進めていきます。鎖編み1つで立ち上がって向きを変えてから、拾う位置は先ほどと同じ立ち上がりの鎖と下の段の引き抜きを飛ばしたこの位置から拾い始めます。この目に針を刺して細編みを1目編んだら、次はマーカーがついている目なので細編みを1目編んで鎖編みを1目編みます。この角のマーカーは毎回今編んだこの鎖1目のところに動かします。同じ目に細編みをもう1目編み入れて、次のマーカーまでは1目に1回ずつ細編みを編みます。マーカーの位置は細編み、鎖1目と編んで、マーカーを鎖編みにつけてから、この目にもう1目細編みと、この先も同じように編み進めていきます。このマーカーの位置が最後の1目だったので、この目に細編みと鎖1目と細編みを編み入れてから、この段の立ち上がりの鎖は無視して1つ目の細編みの頭に引き抜きでつなぎます。
次の段も鎖一つで立ち上がって向きを変えてから立ち上がりの鎖と引き抜きは飛ばしてこの目から針を刺して細編みを編みます。どの段も同じようにマーカーの位置で細編み鎖1目マーカーを動かしてから同じ目に細編みをもう1目と増し目をします。マーカーがついていない目は1目に1回ずつ細編みを編み進めて次のマーカーの位置も細編み鎖1目マーカーを動かして同じ目に細編みをもう1目と編み進めていきます。最後は下の段の引き抜きのこの横向きの糸が通っている目まで拾って細編みを編んで一つ目の細編みの頭に引き抜きでつなぎます。この先もマーカーからマーカーまでの細編みの目数が増えるだけで同じ編み方を繰り返して今使っているこのブルーの糸がなくなるところまで編み進めてみます。目数を数えながら編み進めている場合はこちらの目数を参考に編み進めてみてください。7段目の途中で糸がなくなったので次の糸をつけて編み進めます。次はこの緑の糸とこちらのブルーの糸を合わせます。先に糸がなくなったのはこちらのミックスカラーの方なのですがこちらのブルーの方が今まで編んでいた色と近いのでこちらからつけていきます。糸をつけるときは今まで編んでいた2本の糸で次の目を拾って引き抜いてこの針にかかった2本の糸を引き抜く前に糸を変えます。なくなってしまった方を糸端が出ている方と同じ側に避けて次の糸を合わせて引き抜きます。次の目を拾って糸端2本が針に乗った状態で細編みを編んで糸端が短くなるまで編みくるんでおきます。
ここでもう一色も残りが少なくなったので、同じように次の目を拾って糸を引き抜いて、今まで編んでいた糸を避けて、次の糸を合わせた2本で引き抜きます。これまで編みくるんでいたこの2色はここまでで十分かなと思うので、この2本を避けて今変えたこの2本を針に乗せた状態で細編みを編んで編みくるみます。最後の引き抜きでも糸端を針に乗せてから引き抜いて、次の段の立ち上がりの鎖1目まで編みくるみます。この角からここまで編みくるんであるので、この糸もこれで十分かなと思います。まだ底の部分は大きさが小さいので、今付け替えた2色の糸を使ってこの先もこれまでと同じように編み進めていきます。底の部分を9段編んだところで、縁金の内側と大きさを合わせてみると、このような感じで少しだけ小さいくらいの大きさになっているので、次の段からは側面をメリヤス細編みで編んでいきます。側面の部分は段の境の引き抜きは編まずに編み進めていきたいので、最後の引き抜きをほどいて、この段からもう引き抜きを編まずに、次のこの一つ目の細編みを拾ってメリヤス細編みを編んでいきます。メリヤス細編みは細編みのこの足の部分の2本の糸の間に針を入れて、いつも拾っている頭の2本と、細編みの裏側にあるこの横向きの糸を一緒に拾います。ここから糸を引き抜いて、あとは普通に細編みを編みます。段の境がわかるように、今拾った細編みの足の部分の糸にマーカーをつけておきます。次の目も細編みの真ん中に針を刺して、頭の2本と後ろにある1本を拾って、メリヤス細編みで編み進めます。マーカーをつけていた角の部分は、このマーカーの手前のこの細編みまで、今までと同じようにメリヤス細編みを編んで、
マーカーが通っているところと同じところに針を刺して細編みを1目編みます。この先は角の印は必要ないのでマーカーは外してしまって大丈夫です。次のこの細編みもメリヤス細編みで拾って次のマーカーの位置までも1目に1回ずつ編み進めます。マーカーの手前までの細編みを拾ったらマーカーと同じ位置に針を刺して細編みを編んで角のマーカーを外してまた次の目から1目に1回ずつと編み進めていきます。ここで糸がなくなったので次の糸を使います。次はこの緑とこの緑を引き揃えて編み進めます。今回は同じくらいの長さで終わったので2本一緒に付け替えます。次の目を拾って今まで編んでいた糸で糸を引き抜いたらこの針にかかった2本の糸を次の2色を使って引き抜きます。2本をいっぺんに変えると糸端が全部で4本になっていて全てを同じ位置で編みくるむにはちょっと本数が多いので今つけた糸の糸端は避けておいて、この段では今まで編み進めていたこの2色の糸を編みくるんでいきます。次の目を拾って、今まで編んでいた糸の糸端2本だけを針に寄せて、今つけた糸の糸端は避けて、糸を引き抜いてメリヤス細編みで編みくるみます。この糸端が短くなるところまで編みくるんで、
端が短くなったら後でまとめてカットするので、ここに残して、この先は糸端を無視して編み進めます。マーカーの位置まで来たら段の境の位置ですが、この位置も気にせずに次の目を拾って、ぐるぐるとメリアス細編みを編み進めていきます。この先は角の部分も下の段が細編みになっているので、同じようにメリアス細編みで拾って編み進めていきます。先ほど糸を変えたところまで編み進めたら、ここにまだ付け替えた糸端が残っているので、次の目を拾ったら、この糸端2本が針に乗った状態で糸を引き抜いて、ここから何目か糸端を編みくるみます。糸端が短くなったところで、同じようにこの位置に残して、この先は普通に編み進めていきます。糸がなくなるところまで編み進めたので、ここでもう一度口金と大きさを合わせてみてから次の糸を使い始めたいと思います。針を一度外して、口金の溝に編み地を入れて大きさが合うかを確認します。この大きさで大丈夫そうなので、次の糸をつけてこの先を編み進めていきます。この段階では少し編み地が歪んでいるのですが、側面を編み進めると直ってくることが多いので、このまま気にせず編み進めてみます。次はこの色とこの色を使います。今回もミックスカラーの方が先になくなっているので、糸の付け方は一つ目の糸がなくなった時の糸の付け方と同じように付けて、この先はこの2色で編み進めていきます。今度の糸は同じくらいの長さで終わったので、2本目の糸の終わりの時と同じように糸を付けます。次はこの色とこの色の2色を使います。この先は順番に1本ずつ糸を付け替えて編み進めていきます。最後の2色に色を変えてから2段目の段の境の位置まで編み進めています。最後の段は
この口金の溝の部分に入れやすいようになるべく薄くしたいので、メリヤス細編みではなく細編みで1段編みます。段の境の位置から細編みの真ん中ではなく、普通に細編みを編むときに拾う頭の糸を拾って細編みを編みます。ここにつけていたマーカーを今編んだ細編みの頭に動かして一段ぐるっと細編みを編みます。マーカーの位置まで一周細編みを編んできたら、最後はマーカーの目に引き抜きをして糸を引っ張って最後の引き抜きを小さくしてから、もう一度糸を引き抜いてカットします。この編み終わりの糸は袋の内側から最後の段の細編みの頭の内側の半目を拾って、この目に通して糸端の処理をします。糸を付け替えたところの糸端はもう編みくるんであるので、最後に編みくるんだ幅に合わせてカットしておきます。内側に残していた糸端をすべてカットしたら、ボンドで口金をつけていきます。編み地の形を整えて、この底の部分の角の位置をまっすぐたどっていった位置に口の部分の角が来るように形を整えます。このような感じで形を整えたら、角の位置に色をつけて分かりやすくしておきます。印をつけた位置が口金の角の位置と合うようにのり付けしていきます。口金の溝にボンドを塗ります。角の位置は少し多めにボンドを入れておくとしっかりとのり付けできます。こちら側も、こちら側も、溝の部分にボンドを塗ったら、段の境の編み終わりの部分が、口金の短い辺の位置と合うように、この端の部分から編み地を入れていきます。今回ぐらいの編み地の厚さがあるときは、竹串を使って詰めていくと、溝に入れやすいです。色がついているところが口金の角の位置と合うように編み目の間隔を調整しながら詰めていきます。
だいたいこの最後の段の細編みの横向きに渡っている糸が溝の中に入るくらいまで押し込みます。ある程度溝に編み地を押し込んだら、表からも確認して底の角の部分と口金の角の部分の位置を合わせます。この状態でボンドが乾くまで時間を置きます。ボンドが乾いたら出来上がりです。色味の出方はこのような感じで、編み始めで使っていた青と緑は底の部分になっているので、全体的にはピンクが多く見えるような色味の出方になりました。ガバッと大きく開く形のポーチで物の出し入れがしやすいかなと思います。出来上がりの大きさは、閉じた状態で一番広いところの幅が14センチくらい、高さは口金部分は含めないで9センチくらい、マッチは8センチくらいです。口の部分の大きさは横が 8.5 センチ、縦が8センチくらいの大きさです。最後まで見てくださりありがとうございました。